千葉や線は、かつて、愛知県名古屋市に存在した、名古屋市電の路線の一つである、同市中区の馬町停留場から千葉や町停留場までを結んでいた。名古屋電気鉄道市内線の市営化後、名古屋市は、同社の保有した特許線をベースとした第一期建設改良工事を実施し、路線網を拡張した。市はそれに続く、新規路線として、 約5 8トルに及ぶ軌道不設特許を取得し、さらなる拡張に意欲を示したものの、資金不足により、第2期建設改良工事と称した建設計画は1930年度で打ち切られ、大半が未開業線として先送りされることになった。この第2期建設改良工事で新設された2路線のうちの一つが、千早線である。ただし、 千は線自体は1928年3月31日に名古屋市が得た特許線ではなく、1913年4月24日に尾張電気軌道が取得した特許を1925年7月16日に譲り受けたものである。千は線の千は町停留場は中央本線西側にあり、道線東側にあった新三河鉄道千は停留場と徒歩連絡していたが、 市が新三河鉄道を買収し、市電矢後ト線としてからも、両線間を結ぶ連絡線は建設されなかった。そのため千早線及び矢後ト線、多くて千早間の利用者は少なく、戦時中の資材転用の対象となり1944年7月2日に休止された。戦後も同区間が復活することはなく、1963年2月1日に、 廃止手続きが取られた。なお、同区間を無機浄化する計画があり1944年5月18日に営業許可申請を行っているが、不許可となっている。ありがとうございます。